茨城県道8号、小川鉾田線は、小見玉市から鉾田市までを結ぶ県道である。小見玉市と鉾田市鉾田と、茨城空港の南側を回って東西に結ぶ、延長約16キロメートルの主要地方道である。路線名の小川は、平成の大合併で成立した小見玉市の旧自治体の一つである、小川町に由来する。 1954年1月に建設省で主要地方道を指定する告示が出されたのを受け、1954年9月1日、茨城県では道路法第7条の規定に基づき主要地方道を一時認定した23路線のうちの一つで、起点を東茨城郡小川町、終点を鹿島郡鉾田町とする路線が県道小川鉾田線である。 1995年に整理番号8となり、現在に至る。道路法の規定に基づき、お見たまし電気に同市中の米間及び市与沢、同市よさはほこたしほこた館は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。茨城県道8号、小川ほこた線ほこたし、刈戸福院、 曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと。ありがとうございます。